こんにちは、果実シュラーのまさきです。今日の動画は試飲会。こちらは以前つけたホワイトサポテッシュですが、つけてから6ヶ月の時が過ぎ去りましたので、今日は第3回目の試飲を行っていきたいと思います。はい、こちらが近くからの映像です。相変わらずくすみの混ざった黄色、以前より少しくすみが増した気がします。美味しそうな色ではないですね。では、ついでいきます。つげました。では、飲んでいきます。お、甘い。そしてタンパク質みたいな後味。結論が出ました。こちらの6ヶ月目のホワイトサポテッシュ、評定は 3.3 ポイントです。6ヶ月目のホワイトサポテッシュ、以前から飲んで最初に感じる味は木蓮を思わせる味であると言ってきましたが、今回はなぜか木蓮臭は感じなくなりました。同じく木蓮臭を成分に持っていたアテモヤ種の場合も、6ヶ月目にして木蓮臭が薄れたし、木蓮臭というものは香り成分の中では脆弱なものなのかもしれません。木蓮臭はくどい匂いですので、なくなったのはいいことだと思います。ただ木蓮がいなくなったことによって、ホワイトサポテッシュの飲み始めで感じる香りは何もなくなりました。飲み始めは甘ったるいだけ、生のホワイトサポテには相当の果糖が含まれていましたので、全体にかなり甘ったるい味です。そして飲んでいる途中から後味にかけて、以前も述べました生協で売っているミルクケーキのような乳製品を思わせるややこってりした味を感じます。ただしその濃度は本物のミルクケーキに比べると 30% くらいのもの、さして濃くはない。全体に言うと3ヶ月目の試飲の時と比べると、木蓮臭が消えたことの他は変わっていない感じです。木蓮臭が消えたことはいいことですが、元があまり美味しくないですので、評点を上げるには至らないと思います。それでは今日の動画を終わりといたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。